ありがとうございます。はい、今日はですね、こちらの選手とトレーナー2名で最後まで頑張ります。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、今日はですね、こちらの登場してきた選手のお話、ちょっとね、いろいろしていくんですけども、まず最初は自己紹介をしながら、皆さんの目の前をね、ぐるーっと一周回っていきたいと思います。もう泣いてるよ。もう泣いてる。泣きやんだよ。泣きやんだね。ちょっと怖すぎて泣きやみました、子供が。はい。はい、いろんなところをね、観察してみてください。はい、この距離で生打ちを見る機会って、まあ、ないですから、いろんなところで、ね、お写真、動画撮っていただいても構いませんしね、はい、観察してみてください。噛みついてきたりとか、絶対しません。大丈夫です。絶対大丈夫なんでね、はい、ちょっと臭いぐらい、まあ、魚食べてるからちょっと近いですね、匂いをね、してしまいますが、今日出てきた聖地、女の子の聖地です。メスの聖地、年齢は15歳ですね。現在の体重は600キロあります。はい、名前はスララちゃんと言います、ね。はい、スララちゃん。ちょっと冬っぽい名前ですね。はい、覚えやすいと思いますので、覚えていただきたいんですが、まあ、600キロ体重あるんですけど、女の子の背打ちね、大きくなると体重が1000キロ超えていきます。そうなんです、はい、1トン超えていきますので、まあそうですね、背打ちの中ではまだ小さい方なんですね、はい、まあ中の上ぐらいですかね、はい、背打ちの特徴をいくつか紹介していきます、はい、まず1つ目はおひげ生えてください、はい、たくさん生えてますね、ひげがね、背打ちひげの本数が多いんです、約500本、はい、ちょっと見やすかったと思うんですけど、はい、牙が生えております、立派な日本の牙ですね、まあ、ひげが多いのと、まあ、2本牙が生えてくるっていうのが背打ちの大きな特徴になります。つららちゃんですね、現在牙の長さは20センチぐらいなんですけど、背打ちは牙が最大で1メートルくらい伸びます。1メートルくらいなんですよ。で、体重も牙もまだまだ大きくなっていると思いますが、今日はですね、この背打ちの能力、まあ、体のいろんな部分をちょっと詳しく見ているので安心してください。はい、はい、はい、まあ、視力が悪いわけじゃなくて結構よく見えてるんですよね、セイウチね。人間とセイウチも、まあ、コミュニケーションを取るときに言葉が使えないので、まあ、言葉は通じないです。見ていてください。はい、まあ、簡単に言うと、私がね、バイバイって言うと、つららちゃんもバイバイしてくれたり、拍手って言うと拍手してくれるはずです。はい、では、まずは言ってみましょうか。最初やったやつだと、気をつけー。えい。おー。じゃあ、そのまま、バイバイ。こんな感じですね。私今手全く動かしてないの皆さん気づきました？うん、ちゃんとね、言葉を聞き分けて反応してくれてます。じゃあさっきやってないやつも言っておきましょうか。内緒。おっと、どうしたこれ疲れたわけじゃないです。ちょっと間違えてますね。間違えてます。いける？間違えた。じゃあ先に不正。そうそうそう。で、この状態で内緒にこれを内緒のポーズ。よろしいですか？はい、では行きますよ。投げ